おはようございます。今日何の髪型にしようかな。メイクしていきます。待って、今日デビュー何時からだっけ？何時からに一部今日14時から。そんな早いの？私勝手に夜の9時かと思った。早っ。ライブ中やん。ライブちょっと前やん。いや違う、私も今日ハーフツインしようと思ってたんだよ。今日さ、ツイッター見てたらセナが今日ハーフツインするって言ってて、さ、変えなきゃと思ってさ、そっから思いつきついてないっていうね。何しよう。今からに自分見ても、いや、どうだろう。 ファイナルから見て逆戻りしていくスタイルと、ここに至るまでに何があったんだっていうみたいな見方。じゃあ明日しようかな、普通今。最近なんか新しい髪型ないかなと思っていっぱい検索してるんだけどね、見つかんないんだよね。私は安藤結衣ちゃんっていう子を応援してたんですけど、残念ながら落ちてしまったので、今は佐々木心菜ちゃん、残ってるあの中の子たち、子だ、この方だと佐々木心菜ちゃんが好きなので、昨日も、その前もその前の日も投票しました。最後の投票ももちろん済ませました。夜中に。心菜ちゃん可愛い、顔がめっちゃ好きで、歌も好きなんですよ。え、可愛いよね。絶対デビューしてほしいんだよね。本当にデビューしてほしいんだよね。え、怖い、本当に。え、順位は何時から分かるの？え、本当に怖い。今日の放送中2倍投票だからライブ前、オッケー。このちゃん頑張れ。15時過ぎ、あ、じゃあ終わった。得点会終わった後とか。もう自分のツイッターも流れてくるのに一部関係しかないぐらい盛り上がってますね。リップ出しすぎた。ー、ラッキー可愛いでしょ。今日ももうちょっと早く準備し始めようと思ったらね、めっちゃ朝甘えてくるんだよ、ラッキーって。すごい朝甘えてくるのね。で、私が起きたら甘えてくるんだよ。で、ずっと上に乗ってきてぐるぐる言ってんの。もう可愛すぎるよね。私なんか漠然とこのタイマーが終わるまで、準備し始めなかった、遅刻してもいいやって思うぐらい可愛いなとか考えてた。まあしないんですけど。じゃあ甘えてくるよ。あ、年賀状ありがとう、いっぱい買ってください。 いっぱい買ってくださいとかしか。みんな年賀状買ってください。3種類お願いします。まあ、じゃあそれ、
年末年明け何もやることないからさ、仕事ちょうだい、仕事実家というか家族と一緒に過ごしながら書くわ。会いました、ありがとう。やばい、リップ食べちゃった。口の中リップの味する、痛すぎて。筆ペンで書こう。三種類写真が違う。そうでしょう、そうです。いや全然書ける、だって暇だもん、年明けから全然書ける。どうして書くの、あのね、紙とかに書くの嫌いじゃない。チェキとかも早めに終わらせれるし、書くの嫌いじゃないんですよね。そんなにネット画像に書くっていうのが苦手なだけで、どのタイプが一番、まだわかんないんだよね。ごめん、見てない。3種類にするね。ありがとう。3種類買ってくれた子には、ここに掘ってなんですけど、もう寝ぼけすぎてもう言葉遣いボロボロだ方には、1個占いしますね。勝手に運勢占い書いておきます。当たるぞ。買った子です。ありがとうございます。超達筆で書くわ。全然違うエモーション。年明けに書く感じですか、嫌ですか。いや、なるべく早く書きますよ。でも私にはウィズライブ時刻があるからさ、ウィズライブ時刻が、うん、12月中にやるらしい。てか29まで地獄、確かにごめん。なんかゆっくり書いた方が丁寧になれると思うかな。ゆっくり書こうかな。ゆっくりっていうか落ち着いてから書こうかな。まずはウィズライブに向き合わない。昨日の夜もやろうと思ったんだけどな。今日は移動中とライブまでの待ち時間にやるんだ。だから今メイクをしているんだ。眉毛描いてますね。てか SS ボードってそんなメッセージ書くんかな。宛名とサインとって言ってた気がするんだけど、そんなベーって書く感じなのかな。
え、わかんない。え、多分。わかんない、どうなんだろう。やばすぎってどういうこと？火花のようにフラッシュ光る最後いていて。何？泣けてほしいの？よ。おい、おはよう。てかあんた、昨日の夜も暴れたよ、絶対。最近クソ暴れるんよな、ラキが。なんか走り回っていろんなものを落としていくっていうゲート。え、長文メッセージなんかな？聞いとこう、今日。結構遊んでんだけどね。どうしたの？はい。ああ、でもラキはね、結構アウトドア派な気がしてよって。なんか外出るのも全然嫌そうじゃないから。まあもうすぐ出れるわよ。あんた長時間の新幹線旅やで、去年と一緒の。でも去年新幹線4時間ぐらい乗せたけど、全然。あんた、私の漢方を散らかさんとってよ。いくよ。はい。ねえ、満員電車。え、満員電車ガチ辛くない？満員電車ガチ辛くない？私もこの間ボイトレ帰りに満員電車食らって。あのさ、なんか、おっきい男の人とかさ、容赦なく押してくるじゃん。なんか私、なんか片足宙に浮いたみたいな、とんでもない格好になっちゃって。いや、そう、ココナちゃん可愛いんよ、マジで。ココナちゃんに投票して、お願い。え、絶対わざとやんだよな、あれな。いや、私、めっちゃ思ったよ、この間。え、これわざとやろって。え？みたいな。ねえ。いくよ。はい。あ、ごめんごめんごめん。ミスった。投げる位置。そう、なんかめっちゃわざとっぽかった。かなりわざとくて、まあ本当にこれわざとやって確信したらめっちゃやり返すけどね。男の人がめっちゃ押して、男の大きい男の人がめっちゃ押してきたから、
絶対に体に触れさせたくないと思って、手を前側に持ってきてガードしようとくって。でもね、一回も痴漢されたことないよね。超言い返してきそうやきかな。マジで痴漢されたことない。声、私の、いや叫ぶっていうか手掴んで「え触りましたよね」って言うと「え今触りましたよね」え高くつきますよお兄さん。お兄さんちょっと高く浮きますよ。兄さん ちょっと高くつきますけど、どうしますかね。兄さんどうします。最近しじまくんを祝って闇金さやはらさんまで見てるんで怒り方完璧です。今日もギャルメイクでいきまーす。ギャルの髪型ないかな。でもギャルの髪型だったらこの間の定期みたいなやつしかないんだよね。なんかあるかな。おい、ビールの薬飲まなきゃ。でもね、定期の日めっちゃ髪型褒めてくれた。みんな意外だった。
ああ水うまい。デコ出しか、デコ出しは私そんなに似合わないんだよね。なんかワンレンはいけるけど、なんかデコをなんかピンでガッてあげるのはね、そんなに似合わない気がする。最近やりたい髪型が浮かばねえ。団子か。今日顔がねめっちゃパンパンなんだよね。なんか最近ねめっちゃ食欲あって、昨日も夜中にマック買いに行って食べたんですよ。顔がすっきりしてなさすぎて今耳にゴムつけてる。うん、ちゃんと一緒だからサーフツインしようと思ってたの。でもかぶせるのは良くないでしょ。アイドルでご法度でしょ、かぶせるのは。だからってマジ少ないな。あ、そう、フィレオフィッシュ食べた昨日は。フィレオフィッシュと、セットにしてポテトと、あと三角チョコパイ、あ、そう、三角チョコパイ食べたんよ昨日ね。で、はあ、あのさ、三角チョコパイって片方噛んだら片方からチョコ溢れ出てくるよね。でさ、手にもめっちゃチョコつかない。あと口の周りにも。あ、私だけ、ね、三角チョコパイうまく食べれる人を見たいっていう夢ができた昨日。両サイドじゃないよ、こう片サイドから食べて、こう片サイドの片方を噛むと、分かった、みんなあれ一口で全部の麺食うんだ。うん、ちっちゃいからさ。でも美味しかった。もう一回食べたい。今日も食べようかな。わかる。半角チョッパーを綺麗に食べれる人が見たい。
ホームチョコパイをきれいに食べてほしい、誰かに。手にもつかず、口の周りにもつかず、ポロポロ落とすこともなく。今日めっちゃ顔むくんでるよ、おかげち。昨日のマックが、ブサイク今日。今日絶妙にブサイクだな。最近気に入ってるカラコンが切れちゃって、いつものカラコンになっちゃったから、新しく使ってるカラコンの方が漏れるんだよね。今日の帰り買っていかなきゃいけない。いやさ、高いんだよ。だからさ、それ1ヶ月ワンマンスのやつがあって、1ヶ月同じやつ使うやつ、そっち買おうかなって思ってる。はじめまして。むくんでるよ絶対。今何時だ？1ヶ月とかあるよ。最大が1ヶ月な気がする、多分。120の OK。 じゃあ髪ストレートにして終わりかな。いやマジ何しようかな、髪。なんか最近インスタとかでね、ヘアアレンジとかいっぱい調べてね、新しいやつ探してるんだけどね、見つかんないんだよね。2週間3ヶ月使うのやばいわ。やばい、ゴム外しちゃった、むくみ対策の。あれ、むくみ対策ちゃん、あれ、滝どこ行ったと思う？これかな。あら、くまちゃん言う、ありがとう、くまちゃん。眉から教えてもらったんです。耳にあのゴムつけたら、あのむくみ取れるって。ああ、夜中にマックドカ食いしたらね、そりゃそうなるよね。ハンターハンターの動きが昨日から配信されてるはずだ、見なきゃ。アニメって動きまでなのかな。こんにちは。で最近髪の毛に勢い、うるおいがない。どうした？タワーありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう、頑張るわ。あるかってなんだっけ、まだ出てきてないや。出てきてるかな。タワーありがとう。ね、また外しちゃった、ゴム。
今日行けない。ありがとう、頑張ってくるわ。ね、完売すごい。結構前からさ、ヒクフェス完売っていうワード聞いてた気がするんだけど。あ、キラーの妹か。着物の子ね。グリードアイランド編めっちゃ面白かったわ。大天使の息吹好きだもん。もうだいぶ前から完売してたよね。行こうと思ってた。え？みんな？そんなに？そんないたの？フィクフェスに敗れてしまった方たち。アンカンパニーオンソーフラビエ。ニューヨーク賞を見ようと思ってる。人気なんだね、ヘクフェス。ね、楽しもうね。でもまだ完結してないんだっけ？10年ってすごいね。へえ、フェスは大人気コンテンツなんだね。なんかフィクフェスって最近もあったよね。あれ？勘違い？最大版が完売するのすごいね。なんか私もこんな大人数対バンとかちょっとやってみたかった。主催側特に何も変わる、普段と変わらないんだろうけど。こっち側は もうすぐ美容院行くんだけど、次の髪色をめっちゃ何にするかずっと悩んでんだよな。ラベンダーカラーしようかと思ってて、ちょっとピンク味というか紫がかった茶色みたいな。ラベンダーカラーにするか、今まで通りまた暗めのグレー入れて色落ちさせていくか、まあ、今回またそれやったら3回目になるんだよね。そう、なんかね、赤結構入れてたのよ前。けど今あえて赤を消すためにブリーチしたのよ。赤っぽいのをなくすためにブリーチして、こんなに傷ませてるから、またここで赤を入れたらこの傷ませたブリーチが無駄になってしまうと思って。だからラベンダーカラーってどうなんだろうと思って、赤み残っちゃうのかなと思って、残るんだったらやめようと思って。だから本当にもう赤みを入れさせないためにはブルー系とかしかないんだよな。何があるんだろうと。あとグレーとか、その茶色、赤みのない寒色系の茶色
ずっと赤っぽかったんだよ、私髪。でも今赤み消えてるから、せっかく。でもね、赤っぽい髪の子かわいいんだよね。なんか染めたてはかわいいんだけど、落ちた時の赤茶って感じ、赤茶っていうか茶色に赤が残留してる感じが、その時は嫌だったのかな。うん、わかんない、気分すぎる、その時の。とにかく髪が傷んでる、それだけは事実、揺るぎない事実ですね。ああマジで髪型どうしよう。オリーブ系ね、いいよね。グリーン系だっけ、オリーブって。今の髪色はみんなに何色に見えてんだろう。粘土状を買いました、ありがとう。本当に？こんにちは。金髪？金髪でもないもんね。明るい茶色だなぐらいかな。はい、ちょっと前髪ドライヤー入ります、よろしくお願いします。今日まっすぐします、前髪をね。マッキンキンとかにして、うん、残んない、今残ってないよ、ブリーチしたから。いくよ、ドライするよ。え、マジ最近ドライヤーのバグってるわ、マジ聞いてほしい。俺冷風が出てくるの。あったかいやつにしてでもで、切って直しても治んない。壊れてるよねこれ絶対。そんな長、2年ぐらいしか使ってない気がするんだけど。一瞬しか治らない。
まずいよね。スナも配信してんの？ツイッターか。2年早いよね。2年3年、いや2年ぐらいの気がするんだけど、めっちゃ悲しい。うん、普通にさ、なんかちょっとパナソニックにしてみたくて、パナソニックの一番安いやつ買ったんだよ。悲しい、天下のパナソニック様なのに。終わりだ。中開いて直せないかな、回路。でももっともっと安いやつ、もうちょっと持ったよ。ハサミ欲しい。ハサミ切りたい。ありがとう。直せないかな。9時？待って、映んなかった気がする。またアップデートしないからかな、私が。懐かしいね、大吉みたいなやつ。去年だったっけ。よし、私のハイライトはどこかしら。あ、本当だ、ハズレを引きました。何がハズレを引きましたって書いてる。超悪いんだけど。今何分だ。全部捨てたの今日は。オッケー、そうそうそう、ないと。はい、ランキング読みます。13位、情報技術員さんありがとう。12位ネペペありがとう。11位ダレルありがとう。10位ラルムありがとう。9位マサトありがとう。8位ファイナルありがとう。7位マボロシありがとう。6位サウロンありがとう。5位チャンピオンありがとう。4位 YSN23 さんありがとう。3位ファンありがとう。2位ナビチありがとう。1位ユありがとうございました。ライブ行ってきます。バイバイ。じゃ
じゃあね、行ってきます。ありがとう。バイバーイ。